何ですか？岸高の見るためにニコニコに課金したので絶対に面白くしてくれ。初めて課金してくれ。絶対に面白くしてやんねえじゃん。あ、そうなんだ。それはありがたいですね。うん、はい、ありがとうございます。でも本当に、まあ今回、うん、我々この、まあ初めてじゃない、正直。二人でやるのは初めて。はい。二人来ることはあったけど、二人きりは初めてですね。二人で来たのは、それこそ青春ダーツさんの、まだ幡ヶ谷に、だった頃に、はい、やって、大将さんのアナルにローターをぶち込むみたいな、あれが多分最後に二人で来たのが最後、あれ。ローター見たらうんこついてたんだよ。あ、そうですそうです。最悪だろ、本当に。多分2人で来たのってなるとそんぐらいになりますね。それ以来かもしれないです。だから高野はそれこそあのマセキの若手の前説放送でいっぱい面さんに歌詞を作ったりしてましたけど、あれなんで俺が作った歌詞は。俺らとね、誰かがやったとサビ猫ですね、うん、サビ猫でやった時に面さんに歌詞を作っちゃったんです。そうそうそう、はい。でその後もなんか笹川とかでも歌詞はいっぱい作ってますけど、まあまあまあ、はい、そうね。でも楽しくはやってるからね。はい、元サメゾンビの あれはあいつが真ん中でやってたの。高野のポジションが、滝田バードだった。バード、はい、そうそうそう、殺してやろうかと思って。怖いんだよ、殺してやろうか。今日もローターやるのって聞いた。やるわけねえだろ。あるかな。一応ね、ローターありそうだからいいんだよ、裏で。ありそうなんだよ。何でも出てくる。さっきだって入った時にダッチワイフみたいなのがこうなって寝てたもん。